下克上。おはようございます、スロバチ教長の式です。本日実は新大陸として、店舗さんにお邪魔させていただいてたんですけど、あの関西の店舗さんに、ただあのモンハンワールドですね、座りに来てたんですよ。けど実はコンパス漏れちゃって、ちょっと取れなかったんですよね。で、まあどうしようかって言って、まあ外にこうやって今オープニング取りに来てる最中に横をパッて見たらトワルがあったんで取りました。まああのいい機会やし、まあちょっと気になってて、あの磯ちゃんがすごい売ってて、なんか動画出てると思うんですけど、で話聞いてたんですよ、面白いよって。なんかそっから気になってて、まあちょくちょく勉強とかしてたんですけど、まあいい機会なんで、まあ今日はトワルから実践させていただきたいなというふうに思いました。まあせっかくなんで、あの2人がひげてないもの、まあ、ジャンジャンが解析しっかり解説をしっかりしてくれてると思うんで、まあ、その辺はちょっと任せて、僕は僕なりにしっかりといけるものを、まあ、皆さんに、しっかり、まあ、皆さんに、まあちゃんとした、まあそうですね、まあ、僕は僕なりに演出面と出玉面を、しっかりお見せできればなというふうに思うんで、まあ、ちょっとこの後しっかりガツガツやっていきたいなと思います。で、一つミッションなんですけど、今回まあ新大陸としてスケジュールを組んでたので、もともとその今10戦の中止予想ミッションがあると思うんですけど、それは今回なしになります。一旦除外で、ちょっとややこしいんですけど、まあ、今回は普通にまずはトワルの実践スタートっていう動画として楽しんでいただけたらなと思います。はい、って感じなんで、まあちょっと2人に引きを取らないような動画にしていきたいなと思います。行きましょう。ではインデックスですね、関西の店舗さんで下克上。下克上。さあ打っていきますか、とある。それでは、まあちょっとこすられてるかもわかんないんですけど、まあ、スペックの説明からいかせていただきたいと思います。319分の1ですね。で、まあ、最近の台は 50% の壁があったりするんですけど、まあ、100凸の約 79% ループの ST 型タイプですね。で、大当たりの振り分けがへそが4ラウンドで、右が7割が10ラウンドで、残りが4ラウンドになりますと、まあ、安定性を持ったスペックになりますね。で、あと U タイムが800回転ですね。経過したら発動します。で、1214回転、まあ、98% ぐらい当たると言われてますね。まあ、強い予告とか発展先とか、まあ、当たりに絡みやすい系ですね。まずレールガン予告、これが 40% と、科学と魔術が交差するとき物語は始まる予告。あとはデバブルです。ここ震えたら 50% あります。まあ、入賞時ですね、入賞時のデバブル予告。あとはヨハネのペン演出ですね。まあ、疑似霊みたいな感じのスペルインターセプトってあるんですけど、その時にフリーズして入るやつ、これが 40% です。まあ、結構ね、演出のバランスのメリハリが効いててゴリゴリで当たりますけど、その中でも、あ、これビリビリゾーン、ゾーン系のまあ弱い方かな。まあ、その中でもたまにこういう紫演出とかで当たったりするんですよ、っていうまあ血浮きもあったりするんで楽しいです。そういうシチュエーションもあるんでね。大きいよ。まあでもまだまだです。熱い展開が待ち受けています。で、交差バージョン、これはここも一応触れた方が強いです。で、見探す3倍中、まあ、緑と赤があるんですけど、緑はまあ 20% もないかも、激アツかも。激アツなんで 70% ある。で、ヨハネのペンなんで 40% ですね。で、これステルインターセプトが出た後にフリーズします。ここでフリーズします。これ熱いな普通に熱いな。結構速くない？ 47 回転。リーチとチャンスアップをストックするという感じです。欲しいのはアクセラレーター以上と、チャンスアップとしては、まあ、まずリーチですね。ああでもフィアンマやで、この後チャンスアップのストックなんですけど、欲しいのは一番いいのは復活です。で、結構選ばれることあるらしいんで、これ復活ですね、確定。で、もしくはデバイス、あー、イルミとタイトルか。
何とも言えない。でもまあヒュヤンマは神の宝石バトルリーチの中では一番強いです。 50% ぐらいあるって言われてる。なんかこれね、あの朝赤っすね。まず赤対あとテロップの色もチャンスアップがあります。これ朝ね、あのカメラマンと話してて、あのイゾちゃんジャンちゃんがあの打ってたと思うんですけど、これ出してなかったらしいんですよ。だからなんか出したいなっていう話しとったら、ちょっとこれまず割れてほしい。四天使刀うわないんやけど、今の割れてれば四天使刀で図柄色がチャンスアップでした。でインデックスですね、これもう一個上にイルミあるんですけど、キャラ集合バージョン。ホリウェイが欲しいよ。出やんねんけど、ちょっとシリスボインパターンか。これ大丈夫かな。で、チャンスアップはまあもうあとは登録ボタンですね。 VS リーチやったらあのカットインもあるんですけど、神の宝石 バトルの場合はカットインはないです。いけいけよ。うわやばい、これやばいかも。これちょっときついかもな。頼む。ほらな、いやー典型的な尻下がりでしたね。いや惜しいな。リーチ代表がちょっと寒かったです。いやーって感じでね、まあ、今のはフィアンマ出るまでは完璧でしたけど、まあ、そっからですね、リーチ中のチャンスアップが弱かった。結局ヨハネのペン あのチャンスアップ持ったやつしか使わなかったじゃないですか。それが弱かったです。ちゃんと出演しそうとか出てれば話変わってましたね。あとまあイマジンブレイカーが発動してれば多分当たってた。まあ惜しかったな。まあ僕そのフィアンマのとこまでアニメ見てないんですよね。あれ3期の24話か、まあ、調べたらそうやったらしいんですけど、まあ、すごい最終、まあその、うん、中盤みたいですね。僕でも一気はギリギリ見てるか見てないかぐらいなんで、まあ解説はね、もうジャンジャンがもうゴリゴリやってくれてるはずなんで、まあ僕はね、どっちかっつったら、まあさっきみたいに、まあ2人が見せれてないもの、フィアンマとかを、まあ主体でいこうかなというふうに思ってます。ちなみに前日361回転なので、まあリセットされてなかったら、まあ、ST 分抜いて、まあ大体200か600回せば出てくるかもしれへん。はい、2枚目でございます。まあ、ちょっと不幸にならへんように頑張らなあかんな。3枚目です。俺もなんか右手に持ってるんかもしらんな。右手でハンドル持ってる時点で抽選されてへんみたいな。めっちゃ来る、めっちゃ来る。全部外れたし。4枚目です。朗報です。出てきました。あと95回ユータイム初ホームレ、よかった。ゴール見えてきた。まあそれまで当たるに越したことないですけどね、100トスなんで。ゲーコーター、待って待って待って、これ30杯以上あるわ。交差してデバイスも震えてたんで、でこれ成功します。で、あ、金 SB かな。そうですね、はい、成功です。まあもう早めに当てるに越したことはないんで、当たってくれていいっすよ。520回転ですね。まあ、神の宝石以上に行きます。なんでまあ赤いエフェクトが出ますね。これで神の宝石欲しいのはフィアンマです。せめてアクア以上。あ、これはテンラか。テンラっすね。一応赤です。いやでもな、アクアがフィアンマじゃないと弱いんでね。これは保留チェンジしてくれんとないか。でも、あ、上がったわ。あと欲しいのはイルミで、これ、四天使とか欲しい。切れよ、頼むよ。
割れて、よし、金金金金金、いや金がいるんですよね。赤やったら 40% なんですよ。金やったら 80% なんで、でトラップも赤になりました。いや、神龍石バトルは結構金予告が欲しいところなんですよね。いや頼む、早めに当たるに越したことないから。別に言うても見えてますけど、少しでも投資を浅めにする方がいい。イマジンブレイカーはないですね。おお、当たった。風がすげえ吹いてる、機械の匂いがすごい。やった、当たった、長かった、かっこいい。3万2000円ですね、初当たりです。いや、人生初ユーテイムダメでした。まあまあとりあえず OK、 ナイス。いや、これ100トスがいいっすね。 50% のカメラにマジでかい。このオープニングチックないいな。よし、初当たりは4ラウンドですね。さあ、これが面白いんでね、めっちゃ速いですよ。いや、俺もうここだけで万発いきたい。プチュンして、プチュン。ダメか、いやー、あかんか。じゃあアクセラレーターでいきます。かっこいいねよな、アクセラレーター。渋くてかっこいい。アクセラレーターは基本的に突発あたりがメインとなるタイプですね。で、ドアップ予告があります。それが来たらまあ大当たりのチャンスで、1エンドで、最大3回あります。そのドアップ予告は1回来たら3割超え、2回でも5割超えで、3回目で大当たり濃厚になります。で、アップが出た後はレインボーになるかどうか注目というふうに楽しむことができます。まあ 79% なんでね、後継続やから簡単に終わらせないですね。いや、ちょっとこれやばいでしょ、これちょっと待ってよ、ほんま頼むわ。ほんまもうシャレなれへんからさ、頼むって、当たってくれよ、頼む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 。止まるな止まるな、アップなれへんか。うえー長い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 よ。あるあるぞ、え、クソ長いけど、ほら1回目1回目あるよ、頼む、いっとけ。おーよっしゃ、耐えたー。145回転残りラスト5やってんけど、あぶれー、ほんま危ない。え、この後7割でとりあえず4ラウンドっすね。いや、全然 OK です。危な、ほんまに危ない。絶対死んだと思った。いや、アクセラレーターこのドキドキ感がいいんですよね。まあ、ちょっとリミットブレイクでマジで頑張る。全然あかんわ、もうマジか。これがあの普通のリーチのパターンですね。まあ、結構あっさりはしてる。4かな。で、ボタンプッシュで、テンパるかどうかですね。はい、テンパりました。てか今フィニング、あれか、フィニングボタンじゃないんかな。
で、この後ボタンプッシュでジャッジ。ここっすね。はい、いけた。早かった。8時足かいて、まあ危なかった、微妙やな、半分ぐらい。よし、ナイス。これ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 、これで10ラウンド。まあ初っ端からエンディング目指させていただきます。残り7回、来い、よいしょ。ちょっと流れを重視したいんで、このままアクセラレーターで行かせていただきます。もう当てよう、早めの当たりをそろそろお願いします。来た、プチュン、第1回プチュンないと4ラウンドなんですよ。プチュンがあったら10ラウンド。で、あれがね、あの場がやばいっすよね。基本的に 0.8 秒変動なんですよ、1変動につき。で、その当たるときは1秒変動なんですよね。で、その 0.2 秒の間がその気づけるタイミングというか、あってなったときにはもう役物が出てきて当たってるっていうタイミングなんで、それがめちゃくちゃいいねよな。いや、ここマジで面白いよな。いや、なんか今ちょっと、あ、そっか、へそがないんや、入ってないんや。追いついてないもん、もう消化に追いついてない。おおおお、来たスフィンクス君。これ10ラウンドですね。やりくり上手。いや、マジで気持ちいい、これうまい。いや、寄ってきてるよ。台がプチュン下がってる。もう一回、もう一回、もう一回頼む。おお、これやばい、マジで。全パターン見れたかな。早速3パターン見れた。いいね、もう7連ですよ。むちゃくちゃ速い。いや、リミットブレークでやりくりしてたらほんまに速いですね。あと3回やれんけど、いっちゃっていいですか。今の俺やったらいける気がする。いや、男ならできるかできひんかじゃない、やるかやらへんかや。俺はやる。あかんか。もう一回。あらあらあら、ボタンの先を、あー震えてる。はい、大丈夫でしたね。いけるぞ、いけるぞ、これは 70% でお願いし、あ、なったなったなった、今99になったな。おもろーってしゃあないな、これ。これで入れた分返ってきました。一瞬やわ。あと2回ですね。ここまで来たら行くしかないでしょう。話が早い。4ラウンドやけどね、まあでも全然 OK です。いや、この 0.2 秒のマスクテート天才でしょ。次ボーナスマックス獲得だから10ラウンドいかなあかんのね。引いたらエンディングです。ここでエンディングいかんかったら男が去る。頼む、もうここで、ここでプチュンしたらエンディング。プチュン待ち。ぐーあかんか、ぐんにゃー。まあ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 、花を持たせてあげましょうか、アスラレーダーに。ちょっと怖いけどな、まあ大丈夫やろ。マジでここでらしさいらんから、俺らしさとかいらんよ、もう今は。おおおお、あった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 あるぞあるぞあるぞ、頼む。そのまま行ってくれ、行け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 、よーし。けどまだ10ラウンド取ってるかっすよね、 70%。あ、行ったわ行ったわ行ったわ。全回転する。
すげえ。とある三坂の最終信号。うわー、跳ね返りあったね。いやー、ブラボー。いったいった、素晴らしい。いや、79番さすがっすね、強いわ。どこ行くの？どこにも行かない。これはちょっと見入りますか。まあ、アニメ途中の俺にはちょっとネタバレっすけどね。まあでも AM を見させてもらおう。今あかんか。もうやめろ。キャタラがいっぱいって言うのよな。ありがとうございます。とりあえずこれで万発は行きました。まあギリ届かずか。まあでもすげえな。ないか。おっと。頼む。おお。ちょっとモード変えます。はい、ヒロインでいきます。ということで、まあ、アクセラレーターはもうエンディングまで行ってくれたんで、選手交代です。ヒロインラッシュでいきます。でミニキャラがここの右下のパトを光らせてくれたらそれも当たり。赤い、熱いで、あーお肉か。あのね、インデックス焼肉大好きなんですよ。で焼肉系のことを喋ったら大当たり濃厚です。だから今は言ってないですけどね、だから分かんないですけど。カラセ先輩して連打チャンス。ハンバーガー無理か。一応赤絡んでるんで当たってほしい。うわー、ダメか。めちゃめちゃ食ったのにな。で、三坂に帰ると、三坂も一応その確定パターンがあって、ゴールデンゲコタンって言ったら、そういうワードが出ればそれも濃厚です。激アツ。当たり、大当たり濃厚やったっけか。長い長い。プリンか。焼肉に弱へんですね。これでなった。これで確定ですね。ちょっとまた4ラウンドに寄ってきてますね。しゃあないけど。おい、プチュン。よし。久しぶりにここで当たった。たまらんなこれ。いやマジで行くとこまで行けんちゃうか。おい。あっか。あかんか。まあ、ヒロインの場合は、あ、赤ですね。ヒロインの場合は、まあ、赤系はちょっと視点度下がってるんですよね。でセリフに関してはテンパイ濃厚。おお。当たりも濃厚でした。まあ、法則はなかったけど。あと金は激アツですね。金は 90% 超えです。はい、10ラウンドでした。しっかり取っていく。まあ、3万発は硬い。いや、この性能の ST が100トスって素晴らしいな。できるんやって感じですよね。ほんま安定して。
なにこれ、もう、あかん、マジで。私はもともと息が強い。耐えろ、耐えたー。よっしゃ。どうした。いや、俺ここで万発いったらすごいけど、1万8000発。さすがに、さすがにダメか。まあ4500でも十分ですけどね。だいぶ頑張れたけど。鳴らす。おい。10ラウンドや。何これ、初めて見た。すげえ。おお、すげえすげえすげえ。10ラウンド。いや、これ出るかも、マジで。見えてきたな。もう一発やな。まあ、2万発は一旦ちょっと表示として見ときたいですね。うん、次4ラウンドでも取れば2万発いきますね。これ下向いて音だけ聞いてるだけでも面白いかもな。来た？あ、そうやな。そりゃそうか。もう一回、3回目、もう一回、ある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 。プリンか。赤文字は微妙やな。先輩、先輩はそれか。先読みあるやったから。いや、ちょっとこの辺で当てときたい。頼む。あー、いや、こういう時の見境や。赤い、ある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 。ギサカ、あー、ゲコタじゃない。あのゴールデンゲコタ本物だったのかしら。がよかった、今。まあ、転売はします。ミニキャラが出てきて出やんか。いや、微妙やな。今の赤そんなに強くないんでね。頼む。うわー、やばい、終わる。やばい。あー、終わったかな。あー、終わりましたね。いや、でもよ、19連で19639発で終了です。いや、立派すぎる。これはこの台のポテンシャル見れましたね。で、一応ザンホリューの4回、これも確変なんで、まあでも転敗しても当たり濃厚というわけではないです。転敗したらちょっとあるかもねっていうぐらい。まあ、ちょっと一回作戦会議やな。下克上。まあ、ここで YouTube のコメント返しとお時間を取らせていただきたいと思います。よかったら見てください。キスナ2打った時の回のコメントになります。マイトームさん、エンディング見れるのは嬉しいのに内容が悲しいから打ち終わって悲しい気持ちになる。いや、そうなんですよね。いや、アニメ見たらやばいっすよね、これマジで。で、アニメだと天然何回も死にますよね。何回も死んで何回も生き返るけど、あんなに強いっていうね。そう、なんか出玉が出てたはずやのに切ない気持ちになるって、なんか、変な感じやねんけど、でもまああれ見たら絆ってやりきったなっていう風なところもあるんで、まあ、何とも言えないですよね。まあでも嬉しいんですけど。悲しい、嬉しいけど悲しい。長尾さん、絆2つまらんと。そばでも少ししか流しとらんけど、なんで1回しか打ってないか。確か1回打ったよね。だから俺ら、そのまあ普
人とも絆2すげえおもろいよなっていう話はしてますけど、まあ、抽選負けちゃうんですよね。勝てないで、まあいざ抽選めっちゃ勝ったってなったらなったで凱旋もう少しでなくなるしなみたいな、なんかそういうなんかせめぎ合いがいろいろあったりとかしてあんまり打ってこれなかったんですけど、まあもう時代がねどんどん流れていく中でこの棋士はもうやっぱりしっかりと自分の手札として持っとかなあかんなっていうところがあるんで、まあ、これからも打てるときはガンガン狙っていこうかなというふうには思ってます。抽選良ければ狙いでいきます。まあ、これからはあれですね、絆2か番長3か天秤にかけてっていう感じになるかもしれないですねって感じで、いつもコメントありがとうございます。まあ今日はもうこの後どうしようかなっていう感じなんですけど、出し切っちゃった感あるんで、まあ、ちょっと一回周り見てみて良さげな台というか、まあ、ちょっと打ちたい台があるんやったら移動してもいいしっていう感じで、まあ、インデックス打ち続けるやったら新たな目標を作ってっていう感じにしていこうかなというふうに思います。じゃあ戻りましょう。下克上よ。はい、ということでまだ再びここにやってきてしまいました。リング呪いの7日間2、まあ、最近出た199バージョンの方です。打っていきましょう。持ち玉が1万7000発ぐらいですね。なんかね、まあ、前打ったんですけどその時なんか分かんないんですけど好評やったんですよなんかそれで Twitter とかまあ、YouTube のコメントもそうですけどもう一回打ってくれっていうコメントがやたら多かったんで、まあ、行かせていただこうじゃないかということです。旗取りがまあ199でこれもまた100凸になります。で継続率が 72% と、いやなんなら前のリング打った時にその後にツイッターで藤昌司さんの公式アカウントからなんか良かったですみたいなこと言われたもんなで勝負挑まれてるんですよ。もう一回でやるしかないっす。あー怖いなー怖いなー、もう怖いなー。呪いの7日間疑惑。疑惑。残された時間はあと7日。呪いの7日間。貞子接近チャンス。貞子接近チャンス。アタッカーを狙って貞子を覚醒させ。あ。ただ覚醒させるのはあかんのか。ダメ。ダメやったんや。へそで当たったけど2ラウンドの引いてあったんで、74まで一応まあ確変状態にはなる。だからこっから61分の1になるという感じですね。74回転目までで、エリカに発展。一応まあ 72% か当たるって言われてるんでね、で取っとかなあかんね、これ。ダメ。一発当てやなあかん。エリカ、青や。ちょっと今の赤いだろ青やっつってさあるかもなと思ったらありえへん、マジで。ありがとう、大きに白のおばあちゃんもびっくりやわ。いやーちょっとマジで心臓飛び出るかと思った今の。どれが一番怖いやったっけ。あ、これかこれかそう、これ2000とあかんねよ。2回目なんでまあさすがに対策してる。これでビビる王者も二流。あっあっあっこれちょっとあれほんまにあかんわ。
ちょこういう当たり多ない。腹立つなぁ、もうマジでもうほんま嫌やわ。OK ナイス、うまい。まあ 60% これなんで、10ラウンドなんで、リラックス、落ち着け。え、てか何なら、だってこれ待ち伏せまで行くより当たるより、ここで当たる方がびっくりすんねんけど。前もそうやったけど、ちょ1回転目やめてよ、マジで1回転目やめて、お前。まあこれはもうないか。普通にうまい。普通にうまいっていう。あー、今回は 40% 取っちゃいましたね。あー、やばい、来てもうた。いや、こっからもう怖いんすよね。トス当たりじゃないんすけど、こっからは。まあ、熱い。いや、あれか。これは熱いやろ。2、え、何？あ、張った張った。筋トレの弱い方はご注意ください。浮かした方がいいんですよね。ここが G の診療所。いや、これもうプルプル震えてんのが怖いのよな。私も、あ、やばいやばい、衝撃注意。俺の手を触る？こう？触ってる触ってる。おお。オッケー、危なかった。危ねえ、なんとか。ラスト14回転。あとは 70% だ、60% か。取ってるかどうか。はい。いや、まあまあ全然 OK です。よし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 。最強ホラーって何？何？誰かいる。あった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 。いやー、はい。いや、弱いか、さすがにこれは。追ってほしいけど、追ってほしくないような、追ってほしいけど。おらん確率の方が高いはず。そうよな。うん、さすがに。演出が弱かった。いやー、7回転、ラスト7回転、ラスト。いやー、締めんといてくれ。あー、終わった。まあ4連か。3842発ですね。左打ちに戻してください。うん、まあでも十分か、十分出ましたね。いや、怖かったマジで。情けなかったですね。まあ取り切ったところで、終わりたいと思います。ちょっと潜伏のことを完全に頭から離れちゃってて、すっ飛んでたん、すっ飛んでっちゃってたんですけど、もう一回いきます。すっ飛んでちゃってた、すっ飛んじゃってたな。 OK、 下克上。お疲れ様です。やってまいりました。いや、どうだったでしょうか、インデックス。僕の収録は初めてやったんですけど、もともとモンスターハンターワールドを、まあ、寝台実践として、寝台力としてうち、に来てたんですけど、まあ、それがコンパスの抽選漏れてしまって、で取れなくて、どうしようかと思ったらインデックスが空いてたんで、まあ、いそちゃんと打ってきて、まあ、僕打ってなかったんで、まあ、第3部屋として、まあ、カメラ一式持ってたし、その小さに来てたから、まあ、やってやろうじゃないかということで、カメラマンと一緒に打つことにしました。まあ、一緒に打つというか、まあ、僕が打って、まあ、ちょっと収録しようかという流れになりました。で、まあ、ちょっと怖かったんですけど、マジでビッグコンテンツなんで、まあ、2人にの内容を超えるようなぐらいの勢いで作らんときついなと思ってたんですけど、まあ、なんとか今も少ない一撃で出すことができたんで、まあ、少しですが形になったのかなと思います。投資が
8000発で回収が 15,240 発ですね。まあ、ちょっとリングでピークより少し減らしちゃったんですけど、まあ、あれはほんまにおまけ程度やと思ってください。すいません、ちょっと怖いです。この後寝るの怖いです。まあ、とりあえず、まあ、インデックスの感想ですね。まあ、個人的にアクセラレーター ST がおすすめ。まあ、僕は好きです。やっぱ一発告知なんで裏切らないで、あとドアップエースが熱く見える。1回来たら 30% 超えるし、2回来たら 50% 超えるし、で3回来たら確定。まあ、3回行くことはなかなかないと思うんですけど、まあ、とりあえずドアップエースだけじゃなしに普通のリーチエースもあるし、でいつ来るか分からへん、あのレインボーのドキドキ感、あれがとにかく僕は好きです。でその後ヒロインですね。ヒロインも言ったんですけど、まあ、ヒロインはね、インデックス僕焼肉系言わしたかったです。焼肉系言わしたくて選んでたところもあるんですけど、まあ、でもとにかく可愛かったです。一緒に揺れながら見つめ合いながら消化してると勝手に当たってくれるっていうような、パトが光るような感じですかね。まあ、次打つ時焼肉言わしたいな。あとゴールデンゲコだもん。まあでもプレミアなんであんまり言わないんですよね。あんだけ練して1回も打てないんで。で、まあ、あと演出面ですね。通常時の当たりがちょっと今回1回やったんで、まあ、どんな感じで当たるかっていう流れは1回しかお見せできなかったんですけど、ただ1回目のその煽りやったじゃないですか、激安の。あれは当たってほしかったけど、リーチ中の演出が良かったんですよね。あれは完全なるシリーズ5位パターン。でも神の遺跡バトルフィアンマで、あれの途中で、チャンスアップとして金が絡んでれば当たる、もしくはイマジンブレイカーですねっていう感じでした。では2回目のその、まあ、初当たりの時ですね、あれで当たったのがちょっと意外でした。だから基本的にもっと王道中の王道で当たるようなメリハリの効いてるタイヤなんで、まあ、基本的にはそうやってゴリゴリ系で当たるんですけど、まあ、たまに弱めのエースとかで当たったりするんで、まあ、血浮きもしっかりあるという感じなんで、まあ、気が抜けないいい感じの台ですね。で、まあ、やっぱ 79% の100凸っていいなと思いました。でしかも振り分けも強いんで、右打ちのしっかりその辺のポテンシャルはお見せできたのかなと思います。だからまあ2人の内容に引けず劣らずしっかりとした形となるものが、できたのかなと思うんで、まあ、ちょっと怖かったところはあるんですけど、恐れ多いところはありましたけど、まあ、よかったです。まあ、エンディング行きましたんでよかったですね。って感じで、まあ、ちょっと寝るの怖いんですけど、貞子のせいで、疲れたので眠りにつきたいと思います。お疲れ様でした。よかったら高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。で、あともう一つ大事なことなんですけど、まあ、ミッションの10戦があるんですけど、10戦の終始予想、まあ、これは冒頭にも言ったんですけど、今回は新大陸で元々スケジュール組んでたんで、なしです。一旦これは抜きで考えてください。ではありがとうございました。おやすみなさい。これシールやばいね。緑のいけ2個目50番フリーズいけ頼むマジでいってくれ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたにサクセスな一日でありますように。